関東では低気圧や上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定になっています。積乱雲が急速に発達し、東京都では落雷のほか道路の冠水や雹などが報告されています。午後4時現在、東京都と埼玉県に大雨と洪水警報、神奈川県に大雨警報が発表されています。大気の不安定な状態は今夜遅くにかけて続く見込みで、気象庁は注意を呼びかけています。また午後2時過ぎに神奈川県藤沢市や海老名市などで一時2万軒を超える停電が発生しました。落雷が原因だとみられています。その他 JR 東海によりますと、午後4時22分ごろ小田原駅から新富士駅間で停電のため東海道新幹線が一時運転を見合わせました。